こんにちは。今日は9点の目代わりが開催されてるじゃないですか。何買いましたかとか、おすすめありますかって聞かれることが多いので、今日は私的にこれは買うべきっていうものを紹介していこうと思います。もう本当に選びきれないぐらいあるんですけど、まず一つ目は今つけてるこのコンタクトですね。私ちょっと前まで風邪ひいちゃったんですよ。まあ薬を飲まずに自力で治したんですけど、しばらくちょっとお出かけとかもできなかったんですけど、久々にこの間メイクをして、まあ、カフェにちょろっと行って、その時に使ってたコンタクトなんですけど、今日もそれを使ってて、この間つけたらめちゃくちゃこのコンタクト可愛いし、写真もちょっと好評だったので今日もそれをつけてみました。これはバーリーアイズのグロリアグレイですね。写真で見るともうちょっと黒っぽい感じなんですけど、私目がチャメなんで、ちょっと青っぽく全部グレーをつけると発色しちゃうんですけど、これめちゃめちゃ可愛いんですけど、少ないんですよね。6枚しか入ってなくて結構高めだった。これでもね、これは本当に久々にヒットしたカラコンですね。めっちゃ可愛いんですよ。てか見てください、ネイルめちゃめちゃ可愛くないですか。黒にしたんですけど、ずっと地爪を伸ばしてて、なんかイベントで映えるかなと思ってエクステとかネイルも長くしてたんですけど、もうちょっと本当に耐えられなくて、長い爪も長い髪も可愛かったんですけど、ちょっと我慢できずに短いネイルにしちゃいました。でも黒いネイルって長いと強めだけど、短くて黒ってめっちゃ可愛くないですか。グラデーションになっててお気に入りで、そう、エクステを外したので地毛を伸ばしたくてですね。でも地毛も結構伸びて胸ぐらいあるんですけど、なるべく腰まで伸ばしたいということでこちら買いました。ナイルっていうものかな、スカルプヘアトニック薬用ヘアエッセンス。これ確かっていうか、医薬部外品なので結構効果あるのかなと思って初めて買ってみました。これでキュッと回せば液体が出てくる感じで、もう頭皮に直接こうやってピーってつけるタイプで、こう揉み込むみたいなやつなんですけど、まあ、これちょっと匂いもそこまできつくなくて良さそうなので、最近はこれを朝晩使っております。これで髪が伸びるかどうかっていうのはちょっとまだわからないんですけど、まあでもこれは買ったよっていう感じですね。まあじゃあまずはヘアケアを紹介するとして、ジミールフランのメルティーバター。これは結構知ってる人多いと思うんですけど、めっちゃいい匂いなんですよ。本当に大好きで、これ何本目だろう ?2、3本目で、これも目代わりで、この間また追加で購入しました。クリームタイプになってて、こう髪につけるんですけど、これをつけてデート行ったら絶対に男の人とかへってキュンとすると思う。多分美容室でも使ってたと思う。で、大体2000円ぐらいなんですけど、ミルボンの本当に商品大好きなんでおすすめで、グロワスのヘアミスト、これはですね、なんかすごい見た目が可愛くてランキングも上位だったんで、あ、やべ、ちょっと振りすぎちゃった。結構使っちゃったんで、このキラキラ感っていうのはちょっとなくなってきたんですけど、本当にキラキラして可愛いしと思って、ランキング上位とかだったんで買ってみたんですけど、前に。だけど本当に匂いが苦手で、これがなんか口コミとか見るとすごいいい匂いとか書いてあったりして、好みによると思うんですけど、かけた感じとかは確かにこうつるっとするんってなる感じで好きなんですけど、とにかく匂いが本当に独特っていうか、なんだろう、なんか私は苦手で2箱買っちゃったんですけど、1箱を人にあげるぐらいちょっとっていう感じでした。好きな人は好きだと思うけど、苦手な人は私みたいに本当に苦手だと思う、これ。そしたらスキンケアの方を紹介していきますね。本当は使い切りコスメとかで紹介しようかなと思ってたんですけど、まずこちら
このドクターペプチのペプチドボリュームシリーズ、これ気に入りすぎていろんな種類買ったんですけど、もうこっちは使い切っちゃった方、こっちは今使ってる方、そしてさらにストック用、これは塗るとシュワシュワするんですけど、こうやってクリームで出てくるんですけど、ちょっとずつ酸素バブルエッセンス、炭酸でシュワシュワする感じ、手に塗るのもったいないぐらいなんですけど、めちゃくちゃ保湿力も高いし、シーズン3っていうやつと、ルミナスっていうやつと、このシグネチャーっていう、いろんなタイプがあるんですけど、まあ、どれも保湿力はすごくて、弾力とかボリュームとか張りを出してくれるやつで、これだとトーンアップとか、ツヤって感じ。でこれは、オールインワンなんですけど、まあ、これ1個でもいいよって感じなんで、超楽。ほんとね、これは毎回目代わりだと、買っちゃうぐらいお気に入りで、あんまり教えたくないぐらいお気に入り。こちらプロバイダームのリフティングクリーム、実はこれ2個目なんですけど、使い切った1個、これはヌルハイフって言われてる感じのクリームで、リフティングだけを考えたクリームらしいんですけど、まあ、じゃあこれで本当にキュッと上げてくれるかって言われたら、正直リフティング効果っていうのは、あんまりそこまで感じなかったんですけど、でも結構保湿がしっかりしてるのに私の肌には合ってて、ニキビとかも全然できないし、確かにシワとかには良さそうだなっていう感じでした。多分敏感肌の方でも使いやすいやつだと思います。保湿力が高いと結構ニキビができやすかったりすると思うんですけど、これは張りも出るし、こっくりしたテクスチャーなのにスッと肌に馴染む感じで、めちゃくちゃお気に入りで使ってます。韓国コスメっていい匂いするし、なんか香料入ってそうでちょっと不安だったりするんですけど、私スキンケア集めるの結構趣味なので、一旦話題になってるものは試してみたりするんで、その中でもこれは結構良かった。次はこのランテルノのレチノールクリーム、これももう2個目なんですけど、レチノールが 5.5% 配合されてて、ナイアシンアミドとかバクチオールも入ってるんですけど、ビタミン A っていうかレチノールだと結構肌が赤くなっちゃったりとか、肌に合わない人多いと思うんですけど、これは確かにプリッとする感じもあるけど、そんなに肌に刺激的な感じもしなくて、かゆみとかそういうのもなかったし、試しやすいかなと思います。 5.5% 配合されてるのにこんなに皮むけとかもなくて肌も荒れないレチノールって結構いいなと思って、ずっとこれを使ってます。これは冷蔵庫とかに入れて保管してる。こちら夜ですね、使ってるのは。次はコス RX のビタミン C。 これは結構私の YouTube で何回か出てるんで知ってる方もいると思うんですけど、これも冷蔵庫で保管してて、スポイトタイプのビタミン C でかなり高濃度なんですけど、でこれは匂いも本当に香料とかも使ってないぐらいの、もういい匂いとか特にないんですけど、これは本当にシミとかそういうところに塗ってます。これも気に入って結構使ってる。これイベントやった時も私が激推ししたからか皆さん買ってくれて結構良かったです。あと私が絶対に毎回Q10の目代わりで買ってるのがこちら、このカーボキシーの炭酸パックですね。私週1で絶対使うんで、もう業務用買ってます。新しいのもゲットした。ちなみに今日も使ったんですけど、ほんとこれはむくみが取れるし、痛いんですけど毛穴とかも引き締まる感じがして、私はとにかくむくんでる日に使えますね。これは友達にも誕生日プレゼントでプレゼントしたぐらい結構私の中で推しアイテムですね。ただ刺激がかなり強いんで、敏感肌の方とか肌が荒れやすい人とかはちょっとどうなんだろうっていう感じなんですけど、私は自分で食事とかも徹底したりとか、自分での肌管理が結構しっかりしているので、全然これを使っても荒れないですね。むしろむくみ取れてすごいいいです。
あとこの間の Get Ready With Me でも紹介したアンランの美顔器ですね。今見たらこれ目代わりの対象になってました。いろんな美顔器試してきたんですけど、なんかこれ約1万7000円目代わりだとぐらいするんですけど、十何万する美顔器持ってたんですけど、Get Ready With Me でも喋ったんですけど、それはなんかそっち買うなら絶対にこの1万7000円で買える美顔器の方が圧倒的に私的には優秀で、15万とか20万した美顔器にはなかった温冷機能がついてるし、この当てた感じの肌のフィット感とかもこっちの方が好きですし、なんかそっち買おうかなって思ってる人とかいたら、まあこっちの方がおすすめかなっていう感じです。使いすぎは注意。あとバザールのキャップ買いました。これ全然あの目代わりじゃない時買ったんですけど、ここにロゴが入ってて、すごいツバが長くてですね、顔がしっかり隠れるし、ここ深いんですよ。めちゃくちゃ日焼け予防にもなるし、私基本すっぴんでいることが多いんでこれを買いました。次はコスメ部門いきますね。コスメは本当にお気に入りがありすぎて何を紹介したらいいのかって感じなんですけど、基本私のメイク動画で紹介しているやつは全部おすすめなんですけど、最近はこのデイジークのコンシーラーが特におすすめで、私の動画でもこれ最近結構出てくると思うんですけど、それの新色が出たみたいで、私がいつも使ってるのはこっちで、この新色を手に入れました。こっちの方が多分くすんでるっていうか、明るい方はイエベ春とかの人におすすめで、こっちはイエベ秋とかがおすすめかも。まあ、全然ブルベの人でも使えそうな感じですね。私はコンシーラーで一番最近これがお気に入りです。このいつも使ってるダルバのトーンアップ下地も超おすすめですし、愛用しすぎてこの先っちょのハートが取れちゃったんですけど、このフラワーノーズのリップ、私はアーモンドニップスっていうカラーを買ったんですけど、これ今目代わりで700円になってて、めっちゃ安っと思って、これティントになってて色味もめっちゃ可愛くて本当に大好き。このフラワーノーズのリップの色、いろいろ集めたいなっていうぐらいお気に入り。あと最近このペリペラのオイルキャプチャーパウダー、このパウダー私今使ってるんですけど、めちゃくちゃサラサラしてるのに乾燥もしなくて、なんか夏とかすごい良さそうな感じ。ラメとかは入ってないんですけど、そのツヤとかもそこまで消しすぎずにすごい使いやすくて、これも超お気に入り。あと新しく今こうやって頼んでるんですけど、イッシのヘアパックセラムが本当にめっちゃ良かったんで買いました。これ昨日使ってみたら、私本当にめっちゃクセっ気なんですよ。もう悲しくなるぐらいクセっ気で、本当に美容師さん泣かせなんですけど、傷みやすいし本当にうねりやすいしでどうしようって感じなんですけど、そのクセ毛とかうねりとか広がりを補修してくれるヘアトリートメントで、試しで使えるやつがあって、それ使ってみたら本当に良かったんで、これは2個セット買いましたね。クセ毛とかうねりとか悩んでる人はこれめっちゃおすすめです。ぜひ使ってみてください。はい、そんな感じでたくさん紹介したんですけど、どれも提供とか何でもなく私の本当の推しの商品たちなので、ぜひよかったら参考にしてみてください。最近こういう動画見たいですとかコメントくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます。ではまたの動画でお会いしましょう。バイバーイ。